あとは、品津川さぬみか、さぬみ島行名だ。姫島行名の2枚で、この極みレアが全種類コンプリート。キラッキラ。めっちゃかっこいいよね、このシール仕様ね。しかしね、俺ね、鬼殺レアもさ、めっちゃ好きでさ、この鬼殺レア。これはあとね、みつりちゃんでコンプだからさ、おそらくみつりちゃんもシルバーだと思うんだけど。全部ゴールドで横ってやるよね、これ。鬼殺レアね、ゴールドとシルバーで分かれてる、これ、無一郎がシルバーで、こちらあの、煉獄さんと天元がね。いや、ゴールドの方がいいよな、どう考えてもな。ゴールド派手でマジでかっこいいんだけど、まあ、多分、みつりちゃんもこっちのシルバーだと思うんだよね。ゴールド、ゴールド、シルバー、シルバーの2枚ずつだと思うからさ。それではでは、全種類コンプリート目指して、多分今日ね、コンプいけると思うんだよね。コンプリート、サーハーコンプ。サーハーコンプ目指して、いけるだろう。多分大丈夫だ。コンプリ、サーハーコンプって結構早いからね。すごい順調だよ、サーハーコンプは。かなり順調。よし、今日も手前のね、右列から取って、奥の左列に行くという。まあ、順番にね、手前から取っていくので。まあ、順番はあんま関係ないと思うけど。一応ね、見ていきます。まあ、いつもね、手前から取ってください。右の手前から、左の手前に行くというね。よし、もう出て。いやー、極みレアなんだよ。前回1枚しか出なかったからさ。1枚箱もあんだね、極みレアね。最初2枚出たから2枚が普通。おー、出たけど、かぶった。うっそ、マジか。これ2枚箱だとしてもコンプできねえじゃん、じゃあ。胡蝶忍被ったんだけど。ちょっと、マジ、誰かトレードしない、マジ。胡蝶忍被った、俺。誰か行名とサネミ被ってる人いない？え、マジでか。すげえショック。ちょっと、まあ、でも3枚箱かもしんねえか。もしかしたらさ、3枚入ってるかもしんないもんね。ワンボックス。ちょっとそこはわかんないから、期待していこう。まず、まだ、あと、鬼殺レアもコンプしないからさ、鬼殺レアの、みつりちゃんも出して、いや、ちょっと頼むぞ。もしかしたらコンパできないかもしれないけど、鬼殺レアのコンパしたいね。鬼殺レアのコンプリートね。いやー、どうしよう。しょっぱなから被ったんだが。しょっぱなからもう。まあ、こういうこともあるよな。逆にしょっぱな被ったから後半めちゃくちゃ調子いいかもしれないよね。逆にこれいい出だしだったかもしれないぞ。一気にさ、2枚連続持ってないさ、行名と、サネミが連続で出る可能性だってあるからね。わからんからな。それ調子乗りすぎ。調子乗りすぎかな。頼むぜ。してくれ。いやー、ダメか。あとはもうその2枚と、鬼殺レアの三井ちゃんでコンプだと思うんだよな。あと出てないのないよね。多分全部出てるとは思うんだけれども。煉獄さん、いやでも煉獄さんの被り熱いな。鬼殺レア。でも鬼殺レアはね、2枚入ってるはずだから。よしよし、煉獄さん2枚目。被り。これの三井ちゃんが欲しいんだけどな。三井ちゃんでコンプだからさ。やべ、右半分がもう、じゃあマジで。右半分がもう終わるんだが。うっそー、ちょっと、ヒロスケ、あ、やばいかも。ちょっとコンプできないかもしんねえ。サーガコンプ決めたかったのに。サーガコンプ、ちょっと、頼め。無惨様と。秘物、いやー、ちょっと待って、やばいんだけど。ちょっと、そんな、右はもう終わった。左半分の勝負。そうだろ？ちょっと、頼むぞ。ちょっと、いや、やばいかも。でも、サーガコンプできねえな。サーガコンプできる予定だったのに今日で。頼む、頼む。来てくれ。やば。ギユさん、ちょっと待って。嘘。みんな長コンプできた。サーガコンでコンプできて、いや、200は無理だろ。200は絶対無理だと思うんだけど、サーガコンいると思うんだよね。運がいい人だったら。誰かサーガコンプできた人いないかな。俺もちょっとサーガコンプ狙いたかったんだけどな、ゲイン、やっと。無理かもしれん。もしこれ、1枚箱だったら、極みレアがさ、もう終わりだもん、打ち止めだもんね。でももう1枚出ると思うんだよな。極みレア。前回1枚だったけどな、2枚箱、1枚箱って続いてんだよね。2枚、全部2枚で固定してほしいな。さ、出たけど、義勇さんかまでも被って嬉しいよな。このキラレベルよ、かっこいいな、義勇さん。やべえ、かぶった義勇さんと胡蝶忍べ。かぶったんだが、いやー、でも2枚出たからいいや。前回1枚だったからさ、今回2枚ね、ゲットすることができたので、極みレア。まあまあ、よしとしよう。でもダブルでかぶったんだけど、行名とサネミはマジかよ。でももう1枚出ないかな。あと、鬼殺レア出るはずだからさ、その鬼殺レアがみつりちゃんだったら、まあとりあえず今日は勝ちでいいや。みつりちゃんゲットして、
終わろう。三井ちゃんで終わるぞ。三井ちゃん頼むぞ、三井ちゃん。三井ちゃんに勝ってるよ。カンロジー、カンロジー頼め。いでよ、カンロジー。鬼殺レア。やめてね、サネミ。お前は極みレアのサネミが欲しいんだよ。おい、頼むよ。頼むよ。サネミ、極みレア来てくれ。めっちゃかっけえだろうね。シールしよう。早く見たいんだけどな、本物。ささっ。ダブルで煉獄さんか、やっぱいいけどさ。いや、いいけどさ、同じ箱で煉獄さん2枚出たんだけど。合計3枚目じゃん、これ。3枚目。くっそー。くっそー、ミツリちゃん出なかった。もう出ないと思う。さすがに鬼殺レア3枚はないだろう。長い戦いになりそうだな、なんか。やべえ、長い戦いになりそうな予感がしてきた。煉獄さん3枚、鬼殺レアの。すげえ、迫力。煉獄さん、煉獄さん、煉獄さん。トリプルだぜ。せめて1枚出てくれたらな。どれか1枚出てほしかったね。鬼殺レアか、極みレア。持ってないやつ1枚出てきてくれたらすげえよかった、ね。うわ、残り2パッケ。くっそマジか、今回収穫ゼロじゃないか。全部かぶりだぞ、これ。全部かぶり。炭治郎ね。この炭治郎来ましてと。で、最後のラストパッキーね。これもう、最後。もうない。から。嘘だろ。まあいいや、かぶりのシールとウエアスをね、たくさんゲットできたと思えば。まあいいでしょ。全然 OKOK。かぶりのシールとウエアスをね、ゲットしたと思えばいいのさ。ほほやべえ、親方さんも出てなかった。これ初。SR まだあったか。産屋敷か、あ、22番だ。これ出てない。で、やべえ、親方さんも出てなかった。そうだよな、無惨とこれで並べられるもんな。無惨と、これ、さ、おおやべえ、最後の最後で持ってないシール来た。そうか、親方さんもまだ出てなかったか。人の思いこそが永遠であり、不滅なんだよ。産屋敷かがや。目の前に姿を現した鬼舞辻無惨に対して思いを語るということでね。語るだよね。ちょっとまだ字がちっちゃくてね。あ、語るな、語る。思いを語ると。おー、初、すげえ、奇跡だ。最後の最後で持ってないの出た。他全部出てると思ったんだけど、待って、他あるかな？全部出てるよね、もうね。ちょっと産屋敷出てなかった、親方様。他は多分全部出てると思うんで、ちょっと後でチェックしよう、ちゃんと。SR これ全部出たよね。善逸、伊之助、炭治郎、無惨。あれ、善逸の、待って。善逸のスーパーアリアって、やばい、善逸も出てない。善逸の SR も出てねえわ。まだあんじゃん。今日出てなかったのが、善逸の SR と、親方様の SR に、極みレアの行明と、サネミに、鬼殺レアの三井ちゃんだ。まだあった。SR の善逸も出してない。やば、善逸でこれしか出してない。この善逸で、ノーマル、星1のね。この善逸、まだあったか、スーパーレアか。スーパーレアも、ちょっと伏兵だったな。いやー、隠れシークレットだったわ。産屋敷加賀谷は出たから、あとは、18番の善逸の SR だ。炭治郎と、無惨と、猪之助が出てるから、あと2枚あったわ。ごめん、SR ちょっと逃してた。極みレアで興奮して、SR 逃しとったけど、とりあえず一番来てよかった。あとは善逸の。SR も結構強いね。まだコンプしてないわ。次回出すか。とりあえず、うわ、目が。親方様の目がやばいことになってるね。キラッキラ。うわー、すげえ。とりあえず持ってないの一枚でも出てよかったわ。いやーよかった。ありがとうございます。よし、あとコンプまで。あ、じゃあ3枚か。あと、あ、違う。4枚でコンプだ。SR の善逸を含めて4枚でコンプリート。次回いけるはずなんだけどな。それではではまた次回ね。次の開封動画で次回おそらくコンプいけるとは思うんだけど、ちょっとわかんない。パート何本までいいかな。またパート10みたいだと嫌なんだけど、次回にしておいたいね。次回こそはコンプリート会でお会いしましょう。最後はね、無惨と親方さんはフィニッシュであると。いやー、いい並びだ。そっか、まだ SR もあったな。 SR も次回善逸出ればいいけど、つまりここまで開けてまだ善逸で出てないんだな。猪之助と無惨がすごい出てるイメージがあるな。まあ、今日炭治郎も被ったけどさ。